すいません、101の鍵ください。はい、2番、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。時間だ。でも面白いですね、高校生でラジオなんて。そうかな。そうですよ、痛々しい動画を投稿する友達ならいますけど、登録者が5万人もいる配信者じゃないですか。まあ、うん、すごいな。あ、じゃあこちらです。はい。ちょっと説明するね。番組の流れはこんな感じで、最初は和樹くんのことを少し聞いて、途中からリスナーの質問に返していきます。ちょっとした質問からの悩み相談までいくつかは返します。何か気になるところある？この最初の僕のことについてとか、なんか面白いこと話せるかなと思って。そこは僕が頑張んなきゃいけないところだから気にしなくて大丈夫。僕が話を引き出すから、それについてきてくれればいいの。わかりました。大丈夫？どうだろう。緊張してる？出さないようにしてたんだけどな。みんな緊張してそうやって飲み干すんだよ。水でいい？あ、いいんですか？1時間水ないと辛いかな。ありがとうございます。え、1時間？そうだよ。ちょっとトイレ行ってくんで置いといてください。置いとく？あ、水か。じゃあ始めていいとき言って。そしたら10秒カウントして始める。はい、お願いします。開始まで10秒前。5秒前。4、3、2。こんにちは、現役高校2年生圭介です。今日は本当に暑いですねというザ世間話という話題から始めたいんですが、最近暑いじゃないですか。そうすると僕はよく埼玉県熊谷市の天気を見てしまうんですね。熊谷は日本一暑いということで有名で、最高気温 41.1 度を記録したことがある場所なんですが、それを基準に今日はどれぐらい暑いのかなんて調べるのをよくやってます。今日の熊谷40度と非常に暑い天気となってますが、そんな中今日もゲストが来てくれました。高校1年生の和樹くんです。よろしくお願いします。和樹です。よろしくお願いします。緊張はどう？心臓バクバクです。大変だ。今のオープニング中に落ち着こうと思ったんですけど、それどころか逆に緊張しちゃって。なるほどね。喋ってるうちにリラックスできるっていう人が結構いたから、心配せずにおしゃべりできるといいね。頑張ります。うん、じゃあタイトルコールしてみよう。
さあではそろそろ参りましょうって言ったら一緒にリアルスクールって言ってほしい？はい。行くよ。さあではそろそろ参りましょう。リアルスクール。決まった。さあこの番組は高校生のリアルをゲストとともに明らかにしちゃおう、そういう番組になっています。この番組についてツイートする際はハッシュタグリアスクをつけてください。たまに見ていいねをしに行きますのでぜひよろしくお願いします。それでは早速企画の方に参りましょう。ゲストのリアルを暴き出せリアルゲスト。このコーナーはゲストの方についてあんなことからこんなことまで聞いちゃおうというコーナーです。準備はいいですか？何でも聞いて。言いたくないことは言わなくて大丈夫ですからね。はい。それでは参りましょう。まずは改めて名前と学年を教えてください。ランです、高校3年生です。かっこいい名前ですね。そうかな？よく言われません？いやそんなに。嘘。うん、言われないね。だってさ、学校とかで友達と話してて名前の話になんなくない？ああ、確かに話題にすらならないから褒められることも少ないと。そうだと思う。なるほど。じゃあ次いきますね。はい。何部に所属していますか？あ、映画部に。え、あの部活動いてたんですか？結構ちゃんとやってるんだけどな。そうなんですか。映画部の友達いないのでよく知らなくて。確かに今2年生1人だからね。そうなんですね。何をやってるんですか？あ、映画を撮ってます。映画って学生にも撮れるもんなんですか？映画って究極スマホでも作れるからね。へえ。なんとなくでっかいカメラがあってマイクのついた長い棒があってでっかい照明が何台もあって何十人って人がいるイメージで。劇場映画とか映画館で見る映画とかテレビのドラマとかだとそうなんだけど、そうじゃなくても作れるんだよね。そうなんですか。でもうちは結構いい機材使ってるけどな。へえ。ちなみに今何人ぐらいでやってるんですか？10人ちょいで活動してる。ほう。それでいつもランさんは何をやってるんですか？監督とかカメラとかやってます。なんかかっこいいですね、監督って。そうかな。そんなイメージがありますね。へえ。僕なんかだと運動部の人の話をよく聞くので五感がかっこいい感じがするのかもしれないです。顧問の先生を監督って言ったりもするので。なるほどね。なんで映画部に入ったんですか？映画見る部活だと思ったから。え？最初は少し見たんだよ、アメコミ映画とかスパイ映画とか。ええ。でも急に撮影するって言い出して。先輩に騙されたってことですか？いや、説明会では撮影する部活だって言ってたらしいんだけど、映画を見る部活だろうと思って行かなかったし、さっきのケイスケ君みたいにまさか映画を撮るなんて撮れるなんて思いもしなかった。そうですよね。それで撮影してみたら意外と楽しくて、そのまま。そういうことだったんですね。当時から今までたくさん映画を撮ってきたと思うんですけど、そんな中で映画を撮る面白さを感じる時ってどんな時ですか？どんな時？難しいな。あ、映画ってみんなで一つのものを作り上げる楽しさがあるんだよ。そこが面白さというか映画の良さなんじゃないかな。そうか、みんなで一つのものを作る。このラジオは僕一人でやってるのですごく羨ましいです。もしよかったら来週から撮影始まるから見に来てよ。え、ぜひ。おお、面白そう。今まで授業とか部活とか学校生活のことについて聞いてきたけど、次からは学校以外のことについて聞いていくね。はい。好きなゲームは？プロスト。あ、あの野球の？あ、そうです、そうです。野球好きなの？よく見るんですよ。どこファン？スワローズです。お、野球ファン？そうです。じゃあ明治球場とかよく行くの？家族で。あー、いいね。でもきっと遠いんですよね。あ、じゃあ大変だね。なので大人になったら近くに住もうかなって思ってます。いい夢だね。圭介さんは？というと？いや、野球とか見るのかなって思って。あー、野球見ないな。じゃあサッカーは？いや、スポーツ見ないね。あー、うん。あ、じゃあ次行くね。あ、はい。本は読む？本はあんまり。漫画なら読みます。おー、どんなの？巨人の寸劇です。あー、すごい人気のコメディ漫画だよね。そうです。あ、漫画とか読みませんか？うん。そうですか。ちなみに好きなキャラは？リバー君。そうです。あー、聞いたことある。どんなところが好きなの？クールだけどちょっと外れたところがあって、そこが面白くて最高です。そうなんだ。ケイスケさんは趣味とかはありますか？あー、趣味か。あ、わかった。休みの日、一日のスケジュールを教えてください。
朝起きてご飯食べて。朝ごはんは何が多いですか？パン。同じだ。それでご飯食べたが、ラジオのコメント読みながら次回の内容をどうするかとか考える。ラジオかやってて満足感とかはありますか？そうですか。ラジオはなんで始めようと思ったんですか？自分が好きな動画配信者のライブ配信コメント読みばっかりなんだけど、早口でコメント読みまくるのがあんまり面白くなくて。わかります。そうだよね。そう、それで時間もあったし自分もやってみようって思った、すごい行動力ですね。そうかな。そうですよ。ありがとう。今はどうですか？今は何でやってるんですか？ごめん、あんまり聞かれなくてこういうの。そうですか。そうですよね。でもこれを考えるのはすごい大事なことだと思います。そうだよね。今度考えてみる。さあ続いてのコーナー参ります。リアスク相談所よ。さあこのコーナーは前回放送のコメント欄に募集した相談や質問に答えていくコーナーです。ということで、相談所なのに質問もいいんだね。そうなんだよ。最初は相談だけだったんだけど質問のコメントも多かったからそうしたんだよね。なるほどね。俺ねこのコーナー結構楽しみにしてたんだよね。お、そうなの？なんで？だって今までのは自分のこと話すだけだし、ケスケも普段の俺のことをよく知ってるでしょ。まあ確かに。あと最近聞き始めてから相談に対するケスケたちの答えが割と的確で、一視聴者としても好きで。お、嬉しい。だから早く読もう。そうだね。じゃあみんなとコメント欄開いて。はい。はい、できたよ。じゃあ質問とか相談見つけたら読んじゃっていいよ。了解。これどうかな。ミルキーさん、ケイスケの声どがつこうだタイプ。めちゃめちゃ嬉しいんだけど相談読んで。わかった。じゃあこれは、誠さん、最近眠れません。ケイスケさんとゲストさんは眠れない時どうしてますか？対処法などあれば教えてください。だって、眠れない時どうしてる？寝なきゃと思っても絶対寝れないから諦める。諦めちゃうの？寝たいのに寝れないって結構辛いんだよね。だから最近はラジオ聞きながら横になる。なるほど。最近どんなの聞いてるの？最近は芸人のコンビでゼンっていう人たちがいるんだけど、その人たちのラジオ聞いてるね。へえ。まあ芸人だから面白くて笑っちゃうんだけど、寝れないよりはマシかなって。じゃあケイスケは開き直って好きなことをやると。うん、だけどスマホの画面はあまり見ないように。あ、そうだね、夜だからね。みなとは？俺は家に帰ったらすぐ寝ちゃうから眠れないとかいうことがあんまないかな。部活で疲れちゃって。陸上部大変なんだね。でも結果残せるからいいかなって思ってる。なるほどね。じゃあみなとは運動しろって感じかな。そうだね。はい、じゃあそういうことで参考になったでしょうか。では続いて、お、肉団子さん、高校1年生です。部活が大変で辞めたいです。でも空気感的に辞められません。どうすればいいですか？辞めればいいと思う。即答だな。だって空気的にやめられないだけでしょ。それならやりたくないことを無理やりやるよりやりたいことをやればいいと思う。みなとは？俺は後で後悔しないか一回考えてほしいかな。運動部らしいね。そうだね。もうちょっと頑張れば結果を残せたかもしれないとか、そういうのを後で考えてほしくないから。なるほどね。ちなみに空気的にっていうところを解決するためにはどうしたらいいと思う？違う部活に入るためにやめるとか、やりたいことのためにやめるとか言えばいいと思う。いいね、前向きで。うん、そうしてみてはいかがでしょうか。お、面白い質問見つけた。どんなの？トニーさん、前回放送のゲストの子の質問考えましたか？今なんでラジオを続けてるのかってやつです。自分も部活に置き換えて考えてみましたが、すごく面白かったので、ケイスケさんがどう考えてるのかぜひ聞きたいです。だって。なるほど。俺も前回放送聞いて気になってたんだよね。考えてみた？考えた。お、それで？僕が今までラジオを続けられたのはこれを考えることがなかったからっていうのと、辞める理由がなかったからだと思う。なるほどね。うん。何？いや、なんかそういう人多いんじゃないかなって思った。続ける理由を考えるためには一回立ち止まらなきゃいけないんだけど、進み続けてる時に立ち止まるにはきっかけが必要で、でもきっかけなんてあんまなくて、少なくとも僕は今までそうだったと思う。だからその前回のゲストの子、
彼にはいいきっかけをもらったなって思った。これを聞いてる視聴者にもいいきっかけになったのかもね。うん、僕が今までラジオを続けてきた理由さっき言ったじゃん。うん、これからも続けていく理由も考えたんだよね。お、聞かせて。僕の中でこのラジオは欠かせない大事なものになったから、それを大切にするため。いいね。これを聞いてる視聴者にとっても大事なものにするため。視聴者思いだね。どちらかというと自分の一部が誰かの一部になったらっていう思いからだから、自分の願いが叶えばって思ってる感じ。視聴者思いってことにしとこう。で、最後にこのラジオを広めたい。登録者ってこと？そう。今登録者5万人だけど、ズワリ目標は10万人。お、2倍まで伸ばしたいと。うん。ちょっと気になって、この10万人ってどれぐらいの人数なのか調べてみたんだよね。おお。まずは人口5万人の自治体から。東京都福生市。福生。福生。米軍の横田基地があるらしい。へえ。山口県萩市。そこはどんなところ？毛利輝元の居城だった萩城があった場所。俺日本史苦手なんだよな。10万人は？北海道の室蘭市。あ、聞いたことある。大阪府泉佐野市。なんとなく聞いたことある。まずはそれぐらいの規模を目指して頑張りたい。いい目標だね。あ、一個前の相談の部活の話にもつながるんじゃないかな。どういうこと？なんで今まで部活を続けてきたかを考えて、これからどうしたいかを考えれば、おのずと答えは見えてくるんじゃないかな。おお、ということで参考になったでしょうか？なったでしょう。なったんじゃない？だといいね。なったよ、なったはずだよ。というわけで終わりのお時間が近づいてまいりました。今日はどうだった？緊張して死にそうだったけど、すごく楽しかった。映画の魅力をより多くの人に伝えることができて、すごくいい日になったと思う。高校生の先輩と話す機会はあまりないかが面白かったです。ケイスケの知らない一面を見れて面白かったし、まずは10万人登録まで応援したくなった。お、ありがとう。ケイスケがお送りするリアルスクール、また次回お会いしましょう。さよなら。今日はありがとう。こちらこそ、片付け手伝えなくてごめん。大丈夫、部活頑張ってね。ありがとう、じゃあ。よし。